Hello, this is Atago and Hiroshiyashi, Japan. Inga petroglyphs are lined drawings in mystery. At the northeast region of Brazil, a distance 87 kilometers from Dijuo Pasoa, nearby the city of Inga in Sierra Borborema, on the banks of the river Inga, exists a great archaeological site. There is found one of the most mysterious monuments in Brazil. It is the Inga Stone, the wall of rock dating back to six thousand years, with forty-six meters of long by three point eight meter height, is covered with figures and signs, whose meaning is unknown by the archaeologists that examine them. Some of the signs are astonishing, like a cross, a skull, a rose, a strange form that seems an aircraft. Mr. M.D. Baradudi, a researcher of Inca stone, explains as follows Many symbols of the Inca's uh, monoliths are similar to those found in Turkey in ancient Anatolia of the Hittite. Also, Mr. Baraldi points out the similarities between the characters of Longo Long Longo, a writing system of Easter Island with the signs of the Inga Stone. Inga 文明。えー、アタグさんからこんな情報がもたらされました。ブラジルの Inga 文明です。お読みください。 で、私なりに検証してみますが、このインガーストーンっていうのはですね、まあかなり前に発見され、数多くの研究者が入り込んでいるみたいですね。で、まあインターネットの方では、まあ数多くの紹介記事が出ています。観光地にもなってるくらいですね。で、この、まあ岩を見てですね、私はまず第一に考えたのはですね、上にこう点々がありますね。この点々がですね、私は まあいつものように暦を表しているんじゃないかと思います。そしてその下にはですね、あくまでも仮説ですけども、その時々の行事がですね、書かれているのではないかと思います。まああくまでもそう思うだけですけども、まあ今までの流れからしてそのように思うわけです。まあそれ以上のことはですね、まあ数多くの研究者たちが研究してますので、まあそれは それにしてておいでですすね、ね。この点々ですねと同時にもう一つ私はですねこれを見たときにやはり気になったのはどのようにして掘ったかということなんですね6000年前ですからまだ鉄器はありませんねで石はモースの行動表では4から5ですからまあ鉄器でもちょっと難しいかなっていうところなんですねこの岩石はでまあ何て言いますかそののみをどうしたかと,という部分もやはりあの研究者もまあ 疑問に思ってるみたいですね。で、もう一度、この部分を読んでいきたい、読んでいただきたいんですけども、金属製の道具が必要であったはずであると。が、インディアンにはその金属をこう作る技術はなかったはずだ、なかったというわけですね。まあ、何もない状態で、かなりこう、なってますか、深く、しっかりと掘り刻んであるわけですね。で、これはですね、ギリシャ彫刻についても言えることなんですよ。あれだけギリシャ彫刻と言いながら、 未だにのみが、いわゆる、まあ、見つかっていないんですね。制度機あの,のみでは、あの、大理石を掘ることはできませんね。ですから、まあ、今のところ、見つかっていない、使っていたはずだと。鉄製ののみを使っていたはずだというの表現を、皆さんなさっておられるようです。まあ、謎が深まり、疑問が深まります。続くビデオ、どうかご覧ください。Bye for now! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ローマスカプチャーズ in suspicion. Did Greek sculptures exist? 疑惑のローマ彫刻、ギリシャ彫刻は本当に存在したのかという話です。まあ、最初にゼウスとラオコーンの像を見比べていただきます。これはゼウス像ですね。そしてもう一体、 1680年にスミルナというところで真ん中のゼウス像が発見されました。そして右の像です。比較してみますと大変よく似ていますね。まあ、全体をざっと見てもよく似ているということに皆さんもお気づきになると思いますが、よく見ますとよく似てると言いますか。よく似てますね。まあ、ほとんど同じデータベースを使って掘られたという感じです。 で、じゃあ右の像はゼウスかというと、ゼウスではないのですね。それがまたこのギリシャ彫刻の不思議なところです。まあ、細かいところもよく似ていますで。もちろん髪の毛、髭などはですね、後から別のデータベースでですね、別の髪の毛を貼り付けてますから違うわけですね。もしもコピーだと言うなら、どうして顔をですね、ここまで似せて作りながらいいですか ヒゲだけは変えたかという問題が出てくるわけですね。それはギリシャ彫刻全体に言えることなんです。ほとんどか、まて、あ、か顔、まあ、ほんのわずかだけ動いてね、時間差を置いて、後で紹介しますけども、作るんですけども、どういうわけだか髪の毛だけは変えるんですね。変えるんじゃなくて、髪の毛だけは別のデータベースを使わざるを得ないんですね。3D プリンティングテクノロジーで、いわゆる写真技術ではできないわけです。まあ、要するにこのゼウス像と、 この像を比べてみてください。なあち、右の像はラオコーンだったんですね。で、ラオコーン像を調べてみましたら、これがまたわからないんです。わからないということは謎だらけなんですね。これが一体オリジナルなのか、オリジナル,オリジナルでないのかさえわかりません。で、まあ、そのウィキペーダーの方はですね、あれこれあれこれといろんな説を紹介しています。で、まあ、それをちょっとまあ簡単に説明します。要するに簡単に言いますとですね、わからないんです。 オリジナルなのか、オリジナルでないのか、どこからどういうふうに生まれたコピーなのかということなんですね。これはギリシャ彫刻全体に言えるんですけども、というかローマンコピー全体に言えるんですけども、コピーでありながらオリジナルがどこへ行ったかわからないというわけですね。なおかつ、まあ、このラオコーンは別ですけども、ほとんどが消失して消えてなくなってわからないというんです。で、ローマンコピーの話をちょっとしておきたいと思いますけども、これはローマンコピーです。 書いてありますねベースターオリジナルグリークスタクチャー、スタチュート。だからコピーということになるわけですね。これ,もこれははっきりローマンコピーと書いてあります。で、この4体のアフロティティの像がありますけども、ほんのわずかだけって言いますか、時間差を変えて、まあ、動きを入れてですね、そして写真を撮って作ったという感じですね。わかりますかいわゆる、まあ、全く同じではないんです。モデルが動いてるんですね。しかし、髪の毛だけは全部違うんですよ。ここまで同じに作りながら。 まあ、これはあの同じ女性であるかどうかということは、まあ、多少、スケベ心のある男の人なら分かると思います。みんな同じ女の人ですよ。で、右二つはこれ違ったように、まあ、同じ像に見えますけども、足のあるなしでこれは別の像ですよ。なぜこんな像までコピーを作ったのかということなんですね。じゃあ、オリジナルはどこ行ったかということなんです。逆に言いますと。オリジナルはないんですね。みんな消失してるんです。で、そのことについてですね、ウィキペディアはです。これ、ウィキペディルに記述ですけども、いやいや ローマン、えー、彫刻はですね、非常に複雑であると。そしてそのギリシャ彫刻との関係も複雑であると書いてあります、ね、そしてここなんですね。ギリシャ彫刻の母国が大量に制作されたと。なるほど。今日ギリシャ時代の巨匠の原作はほとんど、ほとんど消失しているので、ローマ時代の母国を通してのみ作風を知ることができると。ほとんど消失している。ほとんど消失しているところは私はおかしいと言うんです。 オリジナルの原本がなくなって、コピーだけが残ってるって言うんですね。まあ一つの例ですけども、これはあの、私たち常識を疑ってみるべきあの話なんですけども、これは女性ということになってますけども、これは男なんですね。これはミリリさんが発見なさいました。あの、アタムさんの、まあ古代の神々が両性具有であったという説に基づいてですね、ミリリさんが発見してくださったんですけども、これは男なんです。ハーマフロディティスなんです。まあ途中で女性化したわけですね。アフ,フロディティとヘルメイスの息子です。 が途中で女性化して、このようになったわけです。で、この二つはですね、あのー、まあ、やや動いてますね。これは、あの、ギリシャ彫刻の、まあ、常としましてですね、やや時間差を置いてデータベースを取ったんですね。そして、この、衣も下がってますから、時間が下があの、動いて。要するに、この、私たちは、ミロのヴィーナスは女性であるというふうに思い込んでるわけですね。同じように、え、ローマンコピーはギリシャ彫刻のコピーであるというふうに思い込む、思い込んでるわけですね。しかし、そうした常識が、 揺らいでくるわけです。まあ、ついでに言いますと、これがハーマフロディティス、いわゆる両性具有ですけども、あまあ、これ、ついてるもの、ついてる女性なんです。みんなそうなんですよ。ですから、こうしたところから私は常識っていうものをですね、もう一回ひっくり返して考えてみる必要があるのではないでしょうか。おそらくミロのヴィーネス、いわゆるハーマフロディティスにはですね、こんな、このような、まあ、ものがですね、えー、ついていたと考えられます。で、アフロディティ、ナポリのアフロディティです。まあ、ナポリにもあの、 ミロのヴィーナスがあるんですけども、それは紀元前330年前に作られたブロン製を母国したものである。大理石なんですね。しかし、この330年前にできたと言われているその像とミロのヴィーナスは全く同じなんですね。ということは、ミロのヴィーナスも上のアフロディティを母国したものでありますし、似たような像が2つあり、さらに今紹介しました、 これはトルコのベルガマで見つかった像で、現在はイスタンブールの美術館にあります。となると、どうしてこういうものが次々とできたかという問題も出てくるわけです。では、ミロノ・ヴィーナスの謎について、もう一度迫ってみたいと思いますけど、このミロノ・ヴィーナスはローマンコピーではないという点で注目すべきなんです。それは後で言いますけども、これはローマンコピーではないんですよね。1820年にミロストで発見されています。なあち、ローマへ渡って、これを像をもとにして、 まあ、あの、ナポリにある像が模告されたということにはならないんですよね。で、もう一度もう簡単に説明しますと、ナポリのあの、ミロノ・ヴィーナスは、紀元前330年に作られたブロン星を模告したものだということになってるんです。ここがおかしいわけですね。で、その同じ像がミロノ・ヴィーナスってって私たちが知ってる像は、紀元前130年にできて、ミロノ・ヴィーナスということで、現在はルーブル博物館に飾ってあります。となると、ルーブ、あの、ミロノ・ヴィーナスを、 まあ、ルブルにあるミロのビネスを見て、ナポリの像ができたかということになりますと、それはありえないですね。距離が違いすぎますから。後でそれを紹介しますが。で、これは1820年に見つかってると。で、ますますわかんなくなってくるんですよね。まあ、混乱するわけです。まあ、だから先ほど、あのウィキペディアがあの説明してますように、ローマンコピーというのは、まあ、研究すればするほどって言いますかね、コンプリケイティドだと。複雑だというふうに書いてあります。 で、検証してます。もう一つ、その、先ほどの話を繰り返しますが、ここが重要ですから、もう一つ皆さんしっかりとご覧ください。これはミリリュさんの大発見です。えー、左がベルガマで見つかったハマフロディティスです。男です。そしてこの二人は、二つの像はですね、えー、ほんのわずかだけ時間差を置いて、まあ,あの、腰巻きが下がったり上がったりしてますからわかりますね。時間差を置いて作られた像だということはこれでわかります。が、しかし、全く同じなんです。 あの向かって右側の胸の下にある傷まで同じなんですね、ここですね。左の方は修復してあります。なぜですかで、ミロのヴィーナスとこおそらく言って言いますか、ここのベルガーマで見つかったんですから、これはローマンコピーではないんですよね。これはもともとギリシャで作られた彫刻なんです、そこを注意してくださいね。あとです、このミロのヴィーナスが一つ大きな問題と言いますかあの、謎を解く鍵になってきます。で、この左の,あの像もですね、 何かしら、あの、ローマン彫刻と、いわゆるコピーとは違った作り方をしてますね。肩のところにボヤボヤボヤとまあ修復したような跡がありますけども、何かしら、こう、綺麗さがないと言いますかね。あの、別の作り方をしているような感じがします。ミロル・ヴィネスとは、あの、ローマンコピーとは全く違った作り方をしていると断言してもいいでしょう。そのことはこれから説明しますけども、まあ、一見大理石ということになってますけどもね。 また、マーブル像だというふうに紹介されています。大理石像として紹介されています。まあ、ついでに言いますと、ですねギリシャ彫刻で,ギリシャであれほど彫刻が使われたにもかかわらず、彫刻、道具がまだ,まだ見つかってないんですよ。おかしいと思いませんかで、ある研究家の論文を見ますと、鉄製ののみが使われたと思われるというふうに説明してありますね。思われるということは存在しないということなんです。 で、まあ、これが、あの、こうして細部を見ていきますと、特に向かって左側の腰のラインに、これから注意,注意していただきますが、まあ、あ、それは、ごめんなさい、ここでは紹介しません。要するに、この腰巻きが下がって、見えるものがゾロッと見えてるわけですね。ただし、この、男,男性のものはですね、ポキッと折れてますね。で、この腰巻きのラインを、あの、ポキッという言い方、ちょっとね、あの、誤解が生まれきますけども、まあ、ポキッ。 いいです。それはあの腰のライン、あの向かってあの左側のラインに注意してください。なあち、これら2つは同じ像である。なあち、右の私たちが女性だと思い込んでいるミロのビーナスは実は男であったとっいうぐらい常識というのは当てにならないということです。で、もう一つローマンコピーの歴史を見てみたいと思います。これは私の仮説に基づく説です。 で、はじめにトール・ワイトがとにかくギリシャ中心として地中海でですね、えー、ギリシャ文明を花開かせます。そして、えー、ということ、まぁ、あ、従来の説によればですよ、そしてこれらは全部破壊される。あるいは破壊される前にですね、えー、ローマへ持ち運ばれるわけです。そこでローマンコピーが生まれたということになっているわけですね。そうでしょローマンコピーですから、一度ギリシャ彫刻をみんなローマへ運ばなくちゃいけませんね。そしてローマでコピーを作ったことになるわけです。まあそばにないとこんなコピーはできませんからね。見ながら。 あのいわゆる寸法を測りながらあの掘らないとできないわけです。がしかし、その、えー、オリジナルの、えー、彫刻はみんな壊,壊れてしまって、ローマンコピーだけが、コピーの彫刻だけが現在残ってるということなんです。ほとんど、オリジナルのほとんどは消失しているということになるわけですね。なぜかなぜかなぜかですね。でもうつその オリジナルのギリシャ彫刻について考えてみたいですけど、これはミロのヴィーナスのミノストですね。そして左上がローマってことになります。そして、えー、ベルガマですね。先ほどハーマフロィティチスの像が見つかったベルガマがここです。で、距離はあの少し前のビデオでは間違えましたけど、一桁間違えてました。まあ、か,かえって遠くなったわけですけども。えー、そして、あの、あナ,ポナポリのビアの えっと、この上がですね、よしごめんなさい、ちょっと他のことを考えてましてあの、距離がですね、ここから出てきますけども、ご覧くださいね。ローマ、それからミロ、ミ,ノミロですね、ミノス、それからベルガーマの距離はですね、それぞれ、まあ、1200キロ、1100キロ、344キロですか互いに見,合い見,見ながらですね、コピーを取れる距離ではないということですね。そこで、またあのナポリの、あ Milo's Venus, of gets more and more. Aphrodity gets more and more. The reason is not please watch the next video. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu, Japan. Today's story is about the misery of peeled-off skin of Venus, Venus de Miro. Why not have people realize it before? This is the greatest misery. In Japanese. どうしてミロのヴィーナスの皮膚は剥がれ落ちたのかものは大理石です。大理石はですね、自然の大理石はですね、が剥がれ落ちるということはあります。それはあの時と場所、場所と位置を構わずですね、自然の中で割れる,割れるようにして剥がれることはあります。しかし一度できたこうした大理石の像のですね、皮膚が剥がれ落ちるということは 考えられませんね。しかも、卵のカラーをめくるかのように、同じ厚さで均等に剥がれをしているわけです。皆さんの近くのですね、まあ、大理石の像を想像してみてください。まあ、緑のミラスですけども、まあ、この肩の部分ですね。えー、マイコ・マスコさんが、マイカ・マスコさんが届けてくださいました。 で、これ見ても、見ていただくと分かりますように、やはりこの、なって言いますか、同じ厚さで均等に剥がれをしているわけです。で、彫刻家の方に聞きましたら、大理石の場合はですね、中に空洞があったりしたするような場合にですね、彫刻している段階でパリンと荒れるんだそうです。で、それ,それは、そういうことはあるんだそうですね。えー、あのー、しかし、皆さんもう一度考えてください。これ全体としては一つの大理石ですよ。 その大理石のちょうどうまい具合に言いますかね、皮膚の部分だけが剥がれるようにして卵の殻をめくるかのようにして剥がれ落ちるということがあり得るかどうか。もう少しこの続くビデオの中で詳しくあのお見せいたしますけども、マエカさんから新しい写真を送っていただきましたので、もう一度これで検証しています。が、最大の謎はですね、なぜ皆さんがあいは誰でもいいです。今まで誰も この事実に気がつかなかったのか、もっと言えばおかしいと思わなかったのかということなんですね。まあ、これは現代美術、まあ、あの現代、あのいわゆる天然大石を使った像を集めていました。皆さんはこうした像のですね、皮膚の部分だけがうまい具合に、なんていうか、うまい具合にと言いますか、その、はい、うまい具合にってちょっと姿勢ですけども、剥がれるようなことを想像できるでしょうか。常識で考えていただきたいと思います。つまり、おかしいものはおかしいのです。 ね、まずその原点に立ち返って、そこからその事実を見直し、その理由を考えていくということではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time.、Uh, Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan.Venus in Miro with Fake b e a u t y k 構の美のミ o b i n o m i r、no、Venus. 皆さんこんこにちは今日はミロのヴィーナスをまさに丸裸にします第1話剥がれたヴィーナスの美ミロのヴィーナスは大理石製ということになっています大理石製ですよ皆さんどうしてその大理石の像の像がですねこのように卵の殻が 剥がれれるるかかののように割でですか常識で考えてくださいそしてその下地にはですねなんと掘り込んだ線まであの跡までついているんですよ。ここですね。ということはどういう方法で作ったか,にかは分かりませんけども少なくとも私たちが常識的に知っている大理石性ではないということです。第2話メロのビーナスは コピーでしたわかりやすく言えば、盗作なんですね。これは皆さんご存知のビロのヴィーナスですけども、紀元前120、30年ごろにできました。しかし、その200年前にですね、紀元前320、30年ごろに、すでにビロのヴィーナスの像はあったのです。しかもですね、紀元前320、30年ごろのこの像はですね、ブロンズ製ということになっているんです。いいですか、皆さん。 大理石製からブロン製のコピーはできます。中道技術によって。しかし、ブロン製の銅像からですね、大理石製の銅像を作るのは不可能です。常識で考えてください。しかも微妙に、ほとんど同じなんですけども、わずかな時間差を置いてデータを取ったんでしょうね。微妙に形が違います。あ例えば足が出てるとか出てないとか。 しかしこの今ご覧になった腰のラインなんかは全く同じなんですすなわちミロのヴィーナスは 3D フォトグラフ 3D プリンティング技術によって作られたということを第2話で証明いたしますミロのヴィーナスは皆さんご存知のミロのヴィーナスはまさに盗作でした第3話ミロのヴィーナスと手からガンダーラの仏像を代表する 釈迦竜像の髪の毛のパターンは同じです大きさはミロのヴィーナスはちょうど2倍ありますそこで私は髪の毛を一本一本精査してみました数、位置、ウェーブの位置同じなんですただし太さだけは乱数が欠けてありますから太くなったり細くなったりはしていますその違いを除けば全く同じなんですね その話をいたします言い換えますとメロのヴィーナスもそしてガンダーラの仏像も同じ 3D フォトグラフのデータベースを使ったということなんです。これについてガンダーラ美術はギリシャ彫刻の影響を受けたと言いますけれども髪の毛がどうして影響を受けるんですか常識でものを考えてください。というような話を第3話でいたします。 長いビデオになりますけれどもこのビデオを見てくだされば皆さんのミロのヴィーナスに対するってか見方が180度変わることを私は確信していますどうかこのビデオを見てください Thank you very much Hello, this is Hiroshi Hayashi, Makote, Japan.Greek sculptures made with 3D printing technology.In Japanese, ギリシャ彫刻は明らかに 3D printing technology を使って作られています。そして新しい疑惑がまた出てきましたので、今日は報告いたします。見られたミロのヴィーナスの像です。で、この背中を見ていて、 何かおかしいと思いませんかミロのヴィーナスは大理石でできた像ということになっています。大理石でできてるんですよ。じゃあお聞きしますが、なぜ大理石の像がですね、このように川がめくれるかのように割れて、まあ、剥がれるのでしょうか。まあ今までずっと見られてきたんですけども考えてみれば、これおかしなことなんですよね。 今までは、いわゆるギリシャ彫刻の謎にですね、まあ、あの論理的な側面から迫ってみ見ましたけれども、今日はですねこの、なぜこういう、このように、ミロのヴィーナスの皮膚がですね、ちょうど卵の殻,殻が割れる、剥がれるかのように、剥がれて割れるかということなんです。いわゆる大理石の像であれば、こんなことはありえないことなんですね。もう一度説明しますと もともとベーシックな、まあ、あの部分がありましてね、それに表面的な大理石を、まあ、塗り固めて、そしてということであれば、まあ、温度差であるとか、あるいはその、まあ、強度の違いによって表面が割れて剥がれるということはありえますよね。今、割れて剥がれる様子をちょっと簡単に図示してみましたが、このように剥がれているわけですね。皆さん、石で考えてみてください。 いわゆるですかあの花崗岩の石で考えてみてくださいこのように石で作った像の表面が,割れ,るということが割れて剥がれるということがあるでしょうかしかもですねそのいわゆる基礎の部分の,あの部分にはねこのように今よご覧になったように傷がついているんですねそして割れた部分についてもみんな均等の厚さで割れているということなんです厚さがそのいわゆるま,だまばれじゃなくてですね同じような厚さで同じように剥がれ落ちているということなんです いわゆる花崗岩の大理石の像で、いわゆる像で,です、大理石でですね、像を作って、その大理石の表面がですね、このように剥がれて割れるということ自体が、私はおかしいと言ってるんです。もう一度説明しますと、もともとこういう土台、基礎がありまして、そしてその上に、まあ、こういうものを塗り固めてですよ。例えば、さセメントが何でもいいんですけど、モルタルでもいいんですけども、その型を塗り固めて、そして像を作った。その後、こういうふうに剥がれて落ちたというならば、それはわかるわけですよね。 しかし、大理石は大理石です。もともと大理石なんですね。ということを悩んでましたら誠、誠さんがですね、大変重要な情報を送ってくださいました誠さん。誠さんですね、どうもありがとうございました。大変これ貴重な資料なので、そのまま紹介させていただきます。 まあこのような資料を誠さんがですね送ってくださいました。でそれによればです、ね、まあ、今では 3D フォトグラフテクノロジーというのは極めて進歩しているですね。この右の自動車も 3D フォトグラフテクノロジー、いわゆる 3D プリンティングで作られているんですよ。でこれはまああの、まあ、プロトタイプの 3D プリンティングマシンですけども、まあ 簡単なものですね。で白いのがトーナーで、で赤いのがあのサポートトーナーなんですね。サポートってことはあの形が壊れないように。 仮に固定していくんですよねそしてこの、えー、まず白いので書いてんで赤で、まあ、あの塗り固めて徐々,に徐々に上へ積み重ねていくという方式なんですね。これはまあ最近の,の 3D プリンティングのやり方だそうです。でこれを図しますとまず下からあの下から作っていくんですね。どんどん,どん,どん上,へ上へ塗り固めていくわけです。そして赤い部分はあの後でとととあの水なんか入れれば取れるようになっているんですね。そしてできたところで水に沈めますと赤い部分があの溶けてそして。 元の形だけが残るとこれが最近の 3D プリンティングのやり方なんです。この方法でもう現在では実用化されています。例えば、リン酸カルシウムで骨を作ってですね、まあ、患者さんの人工骨とするとか、あるいは京都大学はこれらの背骨の脊椎みたいです、ね、をあのにまあ人工的なものを作ると。こうしてまあ例えば 考えていくかまあ、で小誠さんがおっしゃるにはです、ね、私が指摘してますように、それで、ギリシャ彫刻というのは、わずかな時間差を置いて、どんどん作っていくんですね。いわゆるはほ、ほとんど同じ時なんですけども、わずかな時間差を置いて、で、えー、3D のデータベースを取っていくわけです。そして、それを徐々に徐々に、々にこうなってますか、まあ、徐々にというかあの、機械にかけて掘っていく、まあ、掘るというか、目たにあー掘るという方もありませんね。 印刷ししていわわけけでです。す 3D プリンティングしたわけですねで。以前はですね、ク琴さんからちょっとあの脱足になりますけども、これはあの真クさんがおっしゃるように、以前はこのようにカラーで、極彩色で着色してあったんだと、あまあ、こういうふうに、まあ、あのその例として、まあ、見せてくださったんで、そしてその色が取れて大理石だけになってしまったわけです。えー、神殿もですね、このようにきれいに彩色してやったというわけですね。 またあの、他の像もです、ね、このように彩色してあったという例であの示してありますけれども、大理石の上にです、ね、色が塗ってあったというわけです。まあ、それはともかくも今、色が剥がれまして、まあ、あのということになるわけですけれども、誠、まあ、さんがおっしゃるにはこれはまさに 3D プリンティングによって作られた像だというわけですね。 私はここれ以前精査したことありますでこれがですねまあ,あのなぜギリシャ人古代ギリシャ人と言いますかトール・ワイトですね明らかにエイリアンが等身大の自分たちの像を作って楽しんでいたわけですからトール・ワイトたちがですねなぜ白を好んだかということはですね例えばタジマハールであるとかまああのそしてあの というようなその部分でですねあの白を大変好んで白い大石を好んで使ってたんだということをまこ、あ、とさんはあの指摘なさっておられます。でまあ、あのところがですねいくら白いといってもですね石灰岩ですからねあのー、これがあの花崗岩の、いわゆる大石のもとですね でこれがですね、あの大理石と言いましても、そのいろんな大理石があるんですね、人工大理石もあれば、腎臓大理石もあるわけですね、テラゾウとか、まあ人工、人工大理石、人工大理石というのは大理石のように見えるだけで、大理石は使ってないんだと。で、テラゾウというのは腎臓大理石というのは、ま,あ、また別で、コンにしてまた固めたという大理石もあるわけですね。まあ、もちろん、そのギリシャ人のそんな技術はなかったはずですからね、まあ、このパル,あのパルテノイン神殿にしてもですね、あの擦り合わせた部分のエラーはですね、いわゆる、 そのあ20分の1ミリ以下なんですね、そして接合部のエラーは100分の1ミリ以下なんですね、それは、まあ、あの擦り合わせながら作ったからそういうことになったんだ、いわゆる擦り合わせてね、作ったからそうなったんだっていうのこすり合わせでも大変だったと思いますよ。 で、やっぱりこのギリシャ彫刻にもう一度戻りますけども、おかしいんですね。これは 2, 2つの像はですね、時間差を置いて、はい、今度こっち向いて、あんた向こう向いて、はい、写真撮りますよ、バチッと言って撮った感じなんです。これはですね、3D、いわゆるその、なって言いますか、プリンティングじゃなくて彫刻の方ですね、で作った像だというふうに考えられます。というのは大理石の模様がそのまま出てるんですね。あのしかし、まああの、白でないとこのような、まなってますか、あの あのいわゆるあざのよううなあ模様が出てきてきしまうんですねでこれはまあギリシャ彫刻でよく使われているあのいや石膏ういわゆる花崗岩が取れる産、まあ、地なんですけどもあのパリパリなったとこもあるんですけどね、まあ、しかしこの産地で見ても分かるようにあの花崗岩すなわち大理石というのはですね模様があるもんなんですよもともとあの何て言いますかあの 化石ですからね、化石がああの大理石になっていくわけですから、でこれはあのトレイの木馬なんですけど、これも妙なことが書いてあったんで、ちょっと注目したんですけども、トレイの木馬はですね、ここにね、接着大理石と書いてあるんですよ、ボンディトマーボルって。 私このボンディッドマーブルっていうのはどういうふうに解釈していかわかりませんけども,もちろん現在の私たちが使うようにボンドで接合したマーブルという意味じゃなくていくつかのマーブルを組み合わせたという意味だと思いますよだってそんな接着剤があるはずもないんですからねそこで 3D プリンティングについて調べてみますと普通は積層造形法今言いました先ほど見せましたようにプリントアウトしプリント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 プリンをどん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 上重ねて作っていく方法それからもう一つは 3D プロターですねこれはあの、まあ、あのまもう3四4 0年前から からハマってやっててやましたけどもコンピューターにね記憶させておいて掘っていくってやり方ですね。で 3D プロッターと 3D プリンティングでプリンティングの方は先ほど言いましたように積み重ねていくってわけです。で、えー、これは g イ l i f e ビジネスのあるビジネス公式ホームページですけども、その作り方を説明していますね。まず1番、2番、3番、4番。先ほどあのミロの v ィーナスで説明したのと同じ方法ですけども、もう一度簡単にあの見ていただきますと、これはあの、のに、えー まあ今あ、これ工業系の公式のホームページです。3D プリンターを今、もう製品化されているわけですね。そして、ああ今、先ほどちょっと見せましたのは、右の上の絵なんですよね。絵をこれはあの細かく細い,いわゆる絵を何枚も何枚も重ねていくという手法なんですね。そして、そあとで赤い部分を洗い落とすと。そうすると、中に形が出てくるというやり方なんですね。 あので,ですからプリントアウトプリントしバたプリントシプリントしを何,何千回何万回と繰り返しながらそして青い部分を固めていってそして赤い部分はそのサポートしておいて赤い部分は水に溶かして長い人を落とすというわけですね非常に貸しが、まあ、この方法をそのあのギリシャ時代の、ね、トール・ワイトたちが使ってたかどうかはそれは分かりませんよしかしこの方法だと極めて細かい精緻なあのものができるということなんですよね でまあ、こ,のこの会社はです、ね、こんな高精度モデルも 3D プリンターでできますよと。あもお菓子もです、ね、このように 3D、いわゆるあをです、ね、固めながら作ることもできるし、このような複雑な形も 3D プリンティングでできると。さらにはこんな自動車まで、まあ、あの映画用,だ撮影用だ、撮影用だそうですけども、こんな自動車まで 3D プリンティングでできるんだということなんですね。それに思わせるようが実はギリシャ彫刻の中に残ってるんですね。これ積み重ねて作ったかどうかはしませんけど、 左右の像の、ね、切り口が全く同じというのも皆さんおかしいと思いませんかそこでもう一つ大理石の謎に迫っていますけど大理石というのは真っ白というのは珍しいわけでしてあのないわけじゃないんです。このようにこのいろんな模様柄が入るのが当たり前なんですね。あのはい まあそれはどうして入るかと言いますと、言いましたようにこの,あのいろんな生物であるとかねあの貝殻だとかいろんなものがねかかの堆積してそれがな何億年という時間をまあちょっとその時間は分かりませんけれどもこうして化石化したものが大理石ですからこのように模様が入るのが当たり前なんですよね。ところがまあご存知のようにあのギリシャ彫刻は不思議なことに白すぎますね。これもあの現地のあのギリシャ彫刻の最 靴バーダンなんですけどもそこでもこんだけど模様が上から見て取れるということはですね真っ白のいわゆるそのこうしたギリシャ彫刻に使われている像のような、ね、真っ白なあの大理石が取れること自体がおかしいんですよね。 えまたその彫刻家の方、ある方かかが教えてくださいましたけれども、大理石ていうのは掘ってみると、中にクラック、割れ目があったり、空洞があったりするんだそうですね、ですからそれが出てくると、もう彫刻がダメになってしまうんだよ、だから補災するんだよって話をしてくださいましたけれども、どういうわけだか、このギリシャ彫刻というのは見てくださいよ、あ土台の部分と上の人間の部分の素材が違うように見えるでしょ、下の部分、これはあの上の基礎を後で作ったというふうにも見られますけれども、どうもおかしいんですね。ここの下のの下部分分ととと基礎の部分とがまた違う,と思う も見えるしまたそのこのこれはよ余計なことですけども明らかにマシンカットしたな跡がありますねなぜこんなことをしたんでしょうかということも問題はまた出てくるわけですけどもともかくもこれなんか完璧に上と下は素材が色が違いますよねですから下と上とは全く別の素材を使ったというふうにわかるですこれもなんとなくこう土台の部分だけあの台の部分だけ後で作ったというのも見られますまあこれ,をこれも薄いそのなんて言いますかあの 板のの上に子供を作ってそしてそそしここに、ね、これはミロンとフィーナスと同じように剥がれがあるんですよね。そして足のところはきれいにこうマシンカットした指がキラリ切り落とされているんですよね。というふうにこう素材の世界から考えていってもギリシャ彫刻は謎だらけだということです。まあ、も,もっともこれはなんか 3D プロッターの方でしょうね。同じ素材で基礎から全部作ったケースですね。これも基礎と上が同じだからというふうに考えられるわけですね。で、黒い部分は後からつけたと。でこれもおか,おかしいですね。このあ 丸い部分は同じなんですけども、次の木,あの,木の部分は素材が違うと。でこれもあのおそらく 3D プロッターの方ですね、掘ったんでしょうね。ですから、まあ、エイリアンたちはですね、3、D、プロッター方式で彫刻したり、あるいは 3D プリンティング方式で彫刻したりして,人はしていたと思います。ところがこれはおかしいんですよね。どちらのかは判別がつかないのもあるわけです。このように右の方は 3D プロッターで掘ったのかなと。同じところに同じような線がある、傷がある。これは 3D プロッターの 方だと思いますね。我々はプリンティングの方かもしれません。あのしかしまあ、下の方の土台の色とは違いますね。でこれなんかはあのどちらかというふうに反対して反対して難しいんですけど、ね、これはまあ 3D、えー、プロッターの方ですね。あの顔にムラが出ているってことは大石で彫り込んだんでしょうね。 あもしプリンティングであれば真っ白になって出てくるわけですというふうに考えましても、この、えー、ミロのヴィーナスのこの剥がれ落ちた大理石というのは謎なんですね。どうしてこんな剥がれ落ちるのか、まだ私たちの知らない未知のテクノロジーがあるのかなというふうにも考えます。あもう第三の方法ですね。第三の方法があるというふうにも考えられるということですね。この方式はひょっとしたら、平和用のね、兵士たちの作り方と私は似ていると思います。 で、結論ということになりますけども、疑惑だらけ、謎だらけのギリシャ彫刻、そしてローマンコピーということになります。がですね、一つの仮説として、今の段階ではまだ仮説ですけども、もともとギリシャ彫刻になるものは存在しなかったと考えると、すべての謎が崩壊するわけですね。まあ、あくまでも仮説です。まあ、これから先、いろんな検証を重ねていきますけども、もしそうであるなら、それこそ、なんて言いますかね、 世界の歴史がひっくり返るような事実ということになります。まあ最後に、こんな像を見ていただきますけども、本当にこれ、ね人間がのみと金土だけを使って掘ったものなのでしょうか。鎖1個を作るだけでも大変な作業だと思います。ということで、今日のビデオはこれで終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Have a good day."